ニュースをお伝えします。3日、平壌体育館の創立50周年記念の集いがありました。朝鮮労働党中央委員会リ・イルファン書記とキム・イルグク体育省関係者、平壌体育館の従業員が参加しました。朝鮮労働党中央委員会が平壌体育館の従業員に送る祝賀文をリ・イルファン書記が読み上げました。祝賀文は、平壌体育館の従業員は風光明媚なポトン川のほとりに壮大な建物を建て、その管理と運営に深い関心を寄せた偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョギル国防委員長の崇高な意にのっとり、これまで多くの政治行事と国際及び国内スポーツ競技を成功裏に保障した。またリニューアルされた体育館を一層立派に作り、管理をきちんと行って、この10年間だけでも勤労者と青少年のためのスポーツ及び文化サービス活動を活発に展開し、歴史的な大会をはじめ主な政治行事を保障し、第8回党大会記念大公演のような盛大かつ多様な芸術公演とスポーツイベントも責任を持って保障した。主席と国防委員長の指導の業績が宿る平壌体育館が、思想革命、技術革命、文化革命の遂行で先頭に立ち、あらゆる面で戦闘力の強い集団として実践的な模範を示していることを高く評価すると述べています。集いでは基調演説に次いで決意の表明がありました。各地で全ての農村を文化的な社会主義の理想郷に作るため奮闘しています。ハムギョン南道ではソンチョンガンタイル工場など道内の建材工場で生産した仕上げ建材の展示会などを催して、経験と技術データを共有移転させ、地元の資源を最大限に開発利用して、農村住宅の建設で仕上げ建材の国産化と自給自足を図っています。またクムヤ郡リョンオンリに新築された農村住宅の園芸緑化をモデルにして、朝鮮労働党の恩愛によって建てられた住宅を社会主義の桃源郷に一層美しく作るようにしています。関温道でも農村住宅建設のための建設装備と器具工具仕上げ建材の展示会が開かれ、道で製作した数千点の建設装備と器具工具数百点の仕上げ建材が出品されました。農業研究院と各地の農業大学で今年の穀物生産目標の達成に役立つ研究に全力を尽くしています。農業研究院管轄の稲研究所では、地域別に品種の配置と発種を技術的に行うための対策を講じ、ビデオ会議による全国普及に力を入れています。農業科学者研究所では科学者を各道に派遣し、栄養冷笑内栽培用の稲の縄代総合栄養剤の生産と導入での技術上の懸案を解決しています。平壌農業大学、南浦農業大学などでは農業生産に実質的に役立つ研究テーマを捉え、その開発と導入に努めています。各地で春の食事が大衆挙げての運動として活発に展開されています。各地の勤労者の奮闘により春の植樹が始まって以来、8200万本の木が植えられました。関温道で野生果樹の苗木の生産を増やしています。道では今春の植樹期間に広い面積に野生果樹林を造成する計画を立て、道と市郡の育苗場で苗木を確保するための対策を講じました。同育苗場では地元の気候相談に合い、経済的価値のある数百万本の野生果樹の苗木を育てました。文春市森林経営所をはじめ市郡の森林経営所でも多くの苗木を育てました。道では市郡での長期的な植林の指導も強めています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は大井雲福でした。こちらは朝鮮の声放送です。社会主義を守る前哨。今の世界で国力競争は科学技術の競争です。科学技術が発展すれば強者になり、科学技術が遅れれば弱者になる今、
科学部門は社会主義を守る前哨となっています。科学技術を生命線とするなら、自分の力、自分の方式で社会主義強国を立てること受け合いです。科学で社会主義の基礎をさらに固め、科学技術の力で社会主義を前進させるのは、諸村労働党の確固たる決心で意志です。1903年2014年1月、敬愛する金正恩総書記は国家科学院を訪れました。科学院の各所で科学研究の実態を把握した金正恩総書記は、科学者と技術者が国の科学技術を発展させる上で収めた成果に満足の意を表しました。総書記は、国家科学院の任務が重要だ、国の自立的民族経済の威力を十分発揮するための科学研究を深めなければならない、科学技術の力で愛路と困難を乗り越えて人民経済を主体化、近代化、科学化するためには、科学者と技術者の役割を絶えず高めなければならない、科学部門はまさに社会主義を守る前哨だと言いました。社会主義を守る前哨、これには科学技術に国と民族の自主権と尊厳、社会主義の運命をかけ、自分の力を培って前途を切り開こうとの総書記の揺るぎない意志が込められていました。社会主義の勝利を収める鍵は他ならぬ科学技術です。社会主義を守る前哨、広大医師とお話ししました。ピダン島の名とともに、ピダン島は諸村の北西端にある平安北道新都郡に属する島です。日の田寺に40キロメートルを超える堤防を築き、複数の島を一つにつないで作った人工の島です。島では葦を栽培しています。ピダン、絹を意味するこの島の名は、偉大なキム・イルソン主席が付けたものです。主治47年、1958年6月のある日、平安北道を訪れたキム・イルソン主席は、繁茂する雑草を仕分けて、葦を主な原料とする化学繊維工場の敷地を定め、その葦で西海岸の干潟地へ向かいました。雨の上、風まで吹く悪天候の船地でした。随員たちは引き返すのがどうですかと再三引き止めましたが、主席は大丈夫、最後まで見回ってから帰ろうと言って道を急ぎました。波がしぶく船べりに立って、果てしなく広がる干潟地の葦の大群落を長いこと眺めた主席は、葦は我が国の永遠の富だ、数千年の間誰も顧みなかったあの葦畑を高価な絹の畑に変えるべきだと言いました。そして島々を一つの堤防でつなぎ、そうして生まれた数千ヘクタールの新しい高地に全て葦を植えて、万年の経営の頼もしい原料基地に作るという雄大なビジョンを示しました。それ以来、ピダン島の新しい歴史が幕を開けました。主治55年、1966年8月、主席はまたもや島を訪れました。この日は朝から雨とにわか雨が降り、強い風が吹く上、波も高い日でした。潮風注意報も出ていました。けれど主席は人民に幸せをもたらし、国の富を増やすため、危ない船事もためらわなかったのです。当時、ピダン島は干拓地の堤防工事竹縄でした。この日、主席は、労働者が働くところだから、ここで協議会を開こうと言い、関係者と膝を交えて、工事のはかどり具合について聞き、工事を早められる方途を示しました。このように、主席の労苦と献身があって、島は葦の生い茂る原料基地に変わりました。あれから長い歳月が経ちました。世代が変わり、島の風景も見違えるほど変わりましたが、島に記されたキム・イルソン主席の献身の足跡は、今も人民の胸に大事にしまわれています。
ピダン島の名とともに、広大使とお話ししました。